ございます。今日はですね、ヨガのレッスンがあるんですけど、インタビュー一緒にこんにちは、今日の授業はどうでしたか？トマトの中ですけど、今日はかなりきついですよね。森田さんは今年どんな1年にしたいですか？今年はですね、やっぱヨガはちょっと集中的にやりたいなと思っていて、なんとなくこうちょっとターニングポイントになるような1年にしたいなと思います。これどこ見ながら言えばいいですかね？ここです。ありがとうございました。頑張りましょう。これからもよろしくお願いします。